こんにちは、荒木和弘です。令和3年、11月23日火曜日のショートメッセージをお送りします。今日お話しするのは曽我三好さんについてです。で、産経新聞の土曜日ですね、の記事で、中村克史社会部長、もう本当に横田めぐみさんの事件明らかになった時からずっと拉致をかけている方ですけども、中村さんが曽我ひとみさん、三好さんの、事件について詳しく書いていました。大変参考になったんですけども、その中でですね、久我美子という名前、の話が出てきました。これはですね、久我美子って字は、久しいに我で、それから良子ですね、という名前で書いてあって、そのことについての紙がですね、千村さん夫妻がいた招待所のですね、兄弟の引き出しの裏に貼り付けてあったということなんですね。で、革命のために北朝鮮に来て、26歳で娘が結婚してとかですね、そういうような話が書いてあったということです。で、これ、なんですけども、これも想像にしか過ぎませんが、これはおそらく間違いなく曽我三好さんが書いたものだろうと思います。久我美子というのは、ある程度の年配の方はご存知の通り、往年の、大女優でした。で、美子の美子は美しい子なんで、ちょっと違いますけども、読み方は同じですね。で、曽我三好さんと久我美子さんって、名前も似てます。で、生まれたのもですね、昭和6年で、両方ともご一緒の年なんですね。ですから、おそらく、曽我三好さんは自分のことを誰かに知らせようというふうに考えて、この紙を貼り付けたのではないだろうかと。で、実際、それを千村さんご夫妻は見てるわけですけど、曽我さんのことを知りませんから、どうしようもありません。で、もし自分が助かりたいと思ってそういう紙を貼り付けたということが分かれば、当然処罰をされるわけですから、そこでですね、自分の名前と似た久我美子という名前を書いてですね、貼り付けておいたんではないかと。で、おそらく同じ年齢ですし、それから久我美子といえば当時の人であれば知らない人いません。で、そういうことで自分のことをイメージしてもらいたいと思ったのではないかなというふうに、ちょっと考えられるということです。で、中村社会部長の記事の中には、お二人でですね、やられた時のことが書いてありました。で、曽我さんはお母さんも自分と同様にしてやられるところを見たというふうに書いているんですね。だとすると、これはどういうことを意味しているのかと。最初から二人をやろうとしたということだったのではないか。で、買い物に出たのは、二人で買い物に出たのはたまたまだったということです。で、だとすればですね、じゃあこれは偶然じゃないかという推測も成り立つんですけども、でも逆に二人をですね、同様に同じように一気にやろうと思ったらば、もうそういう準備をするしかないと。最初から二人やるつもりでですね、誰が来るか分かんないけども、待ち伏せて偶然やるということは考えにくいと思います。で、それから曽我さんは前にですね、北朝鮮で、工作員からお前のその病院の勤務していた病院の勤務割まで調べてあったんだということを言われたと言ったという話があります。これは本当であれば、やはりですね、もう曽我ひとみさんを狙っていた。そして、あの当時1970年代というのは、カップルとか、あるいは夫婦とか、そういうふうにですね、二人複数で連れていく、三人というケースもありましたが、複数で連れていくというのがこの時期に集中してます。ですから、それは別にカップルでなくてもですね、親子でもよかったわけで、そういうふうに考えたのではないだろうかというふうに思います。で、曽我さんの場合はやられた時が8月12日で、1978年ですね、昭和53年、
市川さん、増本さんと同じ日です。で、この時にやられた、まあ、佐渡は海水浴シーズンでですね、警察ももうそっちで大変で、なかなかこう、捜査ができなかった。で、なおかつ、まあ、曽我さん、お父さんがちょっとですね、若干、酒の飲みすぎとかそういうことがあって、まあ、結局家出したんじゃないかというふうに周りの方が思っていたというようなこともあった。ということでですね、おそらく私はそこまで、考えた上で、やったんではないか。ですから、待ち伏せしたというのは、その時だけやったわけじゃなくて、それ以外の時もやっていて、時期を狙っていたということが考えられるのではないだろうかなというふうに思います。二人やるためにですね、これ偶然でということはそう簡単にできることではありません。やはり自分がそれもし例えばやる、そのための計画を作るという立場になれば、まあ綿密に調べた上でやるだろうというふうに思います。まあとは言ってもまだ、帰国している曽我さんの拉致でさえあまり明らかにはなっていないということがですね、かなり深刻な問題です。政府には一刻も早くですね、もう明らかにできるだけの情報は全部明らかに国民の前にしていただきたいというふうに思います。今日は、曽我ひとみさん、三好さんの拉致についてお伝えしました。今日もありがとうございました。